こんにちは。本日のお店は久留米市串原町。今日は風が強くて寒いのか暑いのかわからない。最近は服装選びに困ります。そうこうしているうちにお店が見えてきました。リコピン研究所、トマトラーメンとトマト辛麺のお店。メニューはこちら。種類が多いから迷います。とりあえず辛いのは食べられないからトマトラーメンを選びたいと思います。注文したのはこちら、グラナバターのチーズトマトラーメンという名前がかっこいいチーズ入りのトマトラーメンを注文しました。チーズ大好き人間の私はこれだけでは懲りず、ラックレットチーズを150円で追加。もちもちした麺に絡みつくたっぷりチーズに、濃厚だけど後味あっさりとしたスープがかなりうまいです。そしてこれまたおすすめなのが塩だれ軟骨丼。小サイズだけどかなりボリュームがあるんです。お肉がとろける柔らかさ、こちらもぜひおすすめです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しそうって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。